特殊戦司令部は、韓国陸軍に属する組織の一つで、特殊作戦任務を統括する司令部である。通称、特戦司、もしくは、コムンベレーと呼ばれる、朝鮮戦争の際、北朝鮮軍は、パルチザンや敗山兵を用いて、韓国国内において、広報地域に対する破壊、妨害活動を必要に実施し、第一戦の作戦や兵站、民生活動に負荷を敷いて、 大きな影響を及ぼした。この教訓に対して韓国陸軍が出した回答の一つが特殊戦司令部の創設であった。任務としては韓国国内におけるカウンターゲリラだけでなく、半島有事の際は北朝鮮を奥深くに侵入し、各種妨害活動を実施することが期待される。日本で言うなら陸上自衛隊第一空挺団のような組織、韓国軍における 特殊部隊の歴史は朝鮮戦争中に、アメリカ第八軍、作戦参謀ブレーカ国連中間国遊撃不評の八千二百四十部隊を起源とする。八千二百四十部隊は九百五十三年八月に八千二百五十部隊に改編され、五十四年三月に解体された。九百五十八年四月一日、元八千二百五十部隊の将校二十名と兵士を、 招集して2個大隊規模の第一戦闘団が創設された。部隊は同年4月15日から沖縄に駐留しているアメリカ陸軍特殊部隊軍の第一特殊部隊グループ教育隊から空挺教育と特殊戦教育を受けた。1958年10月第1空挺特戦団に解消。第1空挺特戦団は大韓民国国軍の空挺教育と 特殊戦教育の本拠地であっただけでなく、1963年から韓国軍発のスキー訓練を実施するなど様々な訓練の分野で韓国軍の中で最初という称号を持つほど特殊船の分野で先進的、主導的な役割を行ってきた。そして他の複数の特殊部隊にも特殊教育団、委託教育を開始様々な訓練を着実に教育し、 技術を伝播させてくれる役割も果たしてきた。すなわち、主に山岳、陸上特殊船分野と、公衆振興の分野で、主導的な役割を果たしてきた、陸軍特殊司令部は、海上、海中振興分野で、主導的な役割を果たしてきた、海軍ゆっと、シールと並ぶ韓国軍特殊船教育訓練の2、大メッカであり、学校とも呼ばれる。 1960年代から、黒山島大スパイ作戦と、ウツチン・三直地域大スパイ作戦、エンジュさん、四分離大スパイ作戦、北平地球大スパイ作戦、ソギポ大スパイ作戦など、様々な大北朝鮮スパイゲリラ作戦に投入された。また、ベトナム戦争では、空挺特戦団体員が、首都機械化不評師団と、 第9不評師団に分割空挺特戦隊員として配属され参戦、長距離偵察任務などの特殊任務を遂行した。1969年8月18日、ソウルシオンサンドンで既存の第1空挺特戦団と東海岸警備司令部令下に新設された第1、第2遊撃旅団を統合して、陸軍特殊作戦部隊の統合式部隊である特殊戦司令部が創設された。 この特殊戦司令部の略語である特殊戦司令部という略称部隊名もこの時に起こった特殊戦司令部司令部の創設以来独自性が強化されると特殊戦司令部隊員のみで構成された部隊が猛虎部隊と白馬部隊に別途編成され1970年3月7日から1971年3月30日まで猛虎白馬の空挺地区隊所属で ベトナム戦争に派兵された。1970年代より既存の3個旅団に加えて部隊の拡張が行われ、1977年の第13空挺特戦旅団創設をもって計7個旅団となった。1976年には北側のポプラ事件に対する報復作戦に投入される。一方で5.16軍事クーデター以降、 空挺特選団はたびたび軍事政変に加担しており、司令部設立後は、霊下の両団が、政権掌握のために起こした宿軍空出隊以降5.17、非常会減令拡大措置と5.18講習、民主化運動などに投入され、国民から批判を浴びる、不名誉な時期もあった。しかし、1980年代のカバを過ぎ、1986年、 アジア競技大会とソウルオリンピックの敬語任務を正常に実行し、また、水害や崩壊事故をはじめとする各種災害にも優先的に投入され、調査、人命救助、負傷者の治療と復興事業に活躍しており、その他観光水中浄化活動などの様々なボランティア活動にも積極的に参加、国民の部隊としての特選部隊の地位を徐々に回復した。 1990年代初頭からは、平和維持など様々な任務を帯びた、海外派兵の戦闘に立って参加している。特に2010年には、既存の第5空挺特典旅団国流部隊を、PKO 専門部隊である国際平和支援団に改編した。特戦司令部は軍団であり、特戦司令官も職務上軍団長に分類される、現在霊下部隊に6つの空挺特戦旅団と、 訓練部隊、国際平和支援団、そして海外での在留邦人救出を主とする大テロ部隊である第707特殊任務大隊がある。各旅団は4個大隊で構成されており、また各大隊は、少佐が指揮する3区隊に分けられる。各区隊の例下には、さらに約10人前後の5つの中隊が構成されている。特選司令部では、中隊をチームとも呼称する。 特殊作戦旅団なお空挺とは空挺のこと、ありがとうございます。